おっとおっと、何が入ってるんだろうな。登って取るにはちょっと大変ですね。おい康介、爆弾一個よこせ。そんな、おめえのが一番効果ありそうなんだからよ。こうすんだっけか。おい、どうなってんだ。ちょっと私に貸してみてください。ダメですね、どうやら本人にしか起爆できないのかもしれません。康介、おめえがやれ。さすがどのかよ。お父さん、そういう態度は康介君を怯えさせるだけですよ。いちいちうるせえな。頼むね。お、動いた。危ないですよ、下がって。収穫収穫。どれどれ、すげえ、カップ麺に缶詰、懐中電灯に酒まで。こりゃすごい。よし、さ、食い物が欲しいやつはついてこい。キラさん、それは私たちみんなのものでしょう。今ここで公平に分けるべきです。え、何言ってやがる。これは俺の提案で俺の息子が取ったもんだ。おめえは関係ねえだろ。そんな。いいか、覚えとけ。ここは警察もいなきゃ文明社会でもねえ。弁護士だろうがなんだろうが、ここじゃただの役立たずなんだ。強い奴が仕切る。原始からのルールだ。文句あるか。最低。なんか言ったか、おら。俺に意見する気か。かわいがりが足りないようだな。思い出させてやろうか。連続40時間超え達成。親に恥かかせんじゃねえ。誰に食わせてもらってると思ってんだ。何しやがったてめえ。キラさん、見てよ夏目さん、僕言われた通り自分の意志をぶつけたよ。初めて父さんに転校できた。